皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は最速でわかる水草水槽ホース1本で水替えをする方法について解説をしたいと思います。水替えについてこれ以上簡単な方法はないというぐらいシンプルかつ最短でできる方法をこの後ご説明していきたいと思います。こういったホースで水替えをする場合、まず最初に水槽に入れます。このままだと水が落ちてきませんので、呼び水をするために口で吸ってというところなんですけども、今回お話しする方法、口で吸う必要はありません。結構口で吸うのって抵抗あると思いますし、万が一ね、もうかなりの量を吸っちゃうと水がね、口の中に入って咳き込むということもありますので、今回はですね、口で吸うことなく一瞬で呼び水ができる方法をこの後実技でお見せしていきたいと思います。はい、では早速実技をお見せしていきます。必要なのはまず水替え用のホース、そして出てきた水を受けるバケツ、この2点だけです。で、まず最初に片側ホースの片側をバケツの中に入れておきます。で、次にホースを水槽の中に入れます。こんな感じですね、つけていきます。この時なんですけども、できるだけ横方向、こういう感じですね。で、水槽の中に横方向に長くホースが使っているのがベストです。こうすると、ホースの途中までに水が入ってきます。ちょっとたわんでこういう感じでね、折り返してもらってもいいです。こんな感じで、要はホースの中にできるだけ水を入れたいというのが狙いです。で、次に親指でこの片側、ここですね、この口を押さえる。しっかりと空洞が開かないように指で押さえます。で、なおかつこっち側を折る、こういう感じですね、折る、しっかりと折る、ここがポイントです。こっち側は指でしっかりと線をして、こっち側はしっかりと折る。で、この状態でスルスルスルーとバケツ方向にホースを引き込みます。引っ張っていきます。で、次にこの折った方を離す。で、最後にこっちの親指の離す。すると、水が行きます。こんな感じで、サイフォンで水が、抜けていきます。とてもシンプルなやり方です。慣れていただくと非常に簡単です。ポイントは長く水を水槽の中につける。で、しっかり折る。逆側は親指で押さえる。で、最後に引っ張って指を離す。この手順ですね。非常に簡単です。これ慣れればね、この方法一番簡単なので、ぜひお試しください。で、もし、水替えで水を抜いている間に別の作業をされたいという方は、ホースを固定しておく必要がありますので、こういったね、キスゴムもあるので、こういうものを使って、水槽の中にホースを固定していただくといいかと思います。またホースをこういう風な感じで入れたまま放置していると魚やエビが吸い込まれてしまう場合がありますので、まあ、そういった場合はストレーナースポンジ使っていただくといいかと思います。これをホースの先端につけてこういう状態にしておいて、キスゴムで中と外と固定していただければ別の作業も安全に行えるかと思います。で、最後に重要な点なんですけども、このホース自体の硬さであったりとか、この折り曲げ具合も非常に重要となります。水替えの時というのは早く吸い出したい時とゆっくり吸い出したい時っていうのがシチュエーションによって様々ありますので、それを調整できるためにこの適度な柔らかさですね、この押した時に潰れ具合、これがとても重要になりますので、私自身今までたくさんのホースを水替えに使ってきたんですけども、もうベスト中のベストというホースがこちらのホースになりますので、下の概要欄に詳細ページに載せておきますので、もしご興味ございましたらご覧ください。このホースのいい点は、柔らかく曲げると折れないですよね。で、強く曲げるとパキッとね、折れるんで、先のね、吸い出しの時も非常にやりやすいですし、押さえながら水替えするとスピード調整が自由自在ということで、こちらのホースとても良いです。はい、いかがでしたでしょうか。このような感じで、今回ご説明した方法でやっていただければ、もう水を飲む心配もありませんし、もう一瞬でね、こう、水替えが最短でできるということなので、ぜひ実践してみてください。で、今回お話しいたしました、水替えの方法について、もっと詳しくお知りになりたいという方につきましては、ブログと連携して解説を行っております。こちらのブログ、下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらの方から、ぜひご覧ください。また過去の動画で水替えについて詳しく解説している動画もありますので、こちらも下の概要欄にまとめて貼っておきます。
よろしければこちらも合わせてご覧ください。また今回お話しした、ホースであったりとか、キスゴムとかストレーナースポンジ、そのあたりも下の概要欄に詳細情報のページリンクで一覧貼っておきましたので、そちらの方からもぜひご確認してみてください。今後もこちらの最短でわかる水草水槽シリーズでどんどん更新していきますので、もうとにかく時間をかけずに、もう重要なところだけをかいつまんでお知りになりたいという方は、今後もぜひ継続的にご覧いただければ嬉しく思います。もし今回の情報役に立ったっていう方がいらっしゃいましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しいです。また、いいねマークでの高評価もいただければ大変ありがたく思います。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。